はい、それでは、今日の文献紹介をしたいと思います。今日紹介する論文はアラカルトエンベディング、チープバットエフェクティブインダクションオブセマンティックフィーチャーベクターということで、こちらの論文について紹介していきたいと思います。はい、まず概要です。この論文では、周辺単語のベクトルから、対象単語のベクトルを予測させるようなモデルっていうものを構築することによって、道語であったりとか複合語で複合語であったりとかっていうような、単語に対して頑健なモデルを構築しました。で、それらの特徴語も、特徴を用いた手法で、教示なし文書分類とか、さまざまなタスクでステートオブジアートを記録したっていうのが本論文の概要になっています。はい、まず導入です。単語埋め込み、分散表現とも呼ばれる技術ですが、言わずと知れた技術で、さまざまな言語処理のタスクにおいて、活用されていることは、皆さんご存知だと思います。で、一方で、その分散表現といえば、ワードツーベックみたいなところがあると思うんですけど、そのワードツーベックなどにおいては、非常に小さなコーパスであったりとか、そもそも単語があんまり品質しないような低頻度語に対しての性能っていうのは、あんまり良くないっていうことが、言われていますと。で、そこで筆者らは、周辺単語から対象単語の予測周辺単語から、その対象の低頻度語であったりっていうものを、予測するようなモデルを構築することによって、低頻度語のベクトルを、高品質に予測することができるんじゃないかということを考えていますと。で、当然その低頻度語を、周辺の単語から、予測するようなモデルになっているので、必要なのは品質単語の、単語埋め込み、分散表現と、学習用のコーパスっていうものが、必要になっています。で、実装も計算も、非常に多いっていうことで、タイトルにあるようにそのチープバットエフェクティブっていうことを表しているのかなというふうに思います。利点といたしましては、さっきも言いましたように、低頻度語の分散表現を、予測可能である。で、また、語義の分散表現っていうものも、同様の手法によって得ることができますと。で、また N グラムのエンベディングを用いることで、その複合語であったりとか、文章の分散表現であったりっていうものを、獲得できるっていうのが、利点になっています。はい、で、理論について説明していきます。この式はちょっと簡単な、その特徴というか、対象語の分散表現を、得る方法という形で筆者らが挙げている式になります。CF っていうのが、コーパス CV 中の、単語 W を含むコンテキストの集合で、C が、そのコンテキストの一つを表していて、要は周辺単語を、平均にしたものを、低頻度語の分散表現として考えてあげようみたいな、式になっていますと。で、ただ、この式では、単純なベクトルの平均を、考えているだけなので、共通部分が増幅されるだけっていうふうに、なってしまいます。で、共通部分が、増幅されるってことなんですけど、例えば、英語であれば「あ」とか「ザ」とかっていう、機能語みたいなものが、当然品質するので、そういう機能語の共通の成分だけが増幅されて、有意義な単語ベクトルを得られないといった問題です。これはその機能語を取り除いても、内容語に対しても、同様の共通部分っていうのは当然存在するので、そういう部分だけ強くなって、やっぱり有意義なベクトルを得られないっていう問題が、ありますと。で、そこで筆者らは、そこら辺を、線形変換、ちょっとイコールでニューラルネットって書いてあるんですけど、によって、解決してあげようっていうのが、本論文の、主なプロポーザルになっていますと。で、さっきと式と、見比べてみると、この周辺単語 C の、大きさで割っている部分の項がなくなって、そこを、線形変換でやってあげようっていうような、式に変わっていることが、分かると思いますと。で、追加されたその A っていうのが、そのC の大きさで割ってあげる部分の役割を含む、行列っていう形になっていて、単純なその線形変換で、元の、ベクトルを、予測させてあげるような、行列を学習できれば、低頻度語であったりとか、未知語であったりとかっていうものに対して、頑健なモデルを作れるということになります。はい、
書いてありますね。任意のコンテキストから自由に分散表現を作成できるということで。で、実際に、まあ、提案したモデルについて実験を行っています。で、まあ、今回ちょっと、まあ、主にはちょっと4つあるんですけど、まあ、上3つについて説明したいと思います。まあ、シミュラリティコリレーションは、まあ、通常であれば、その入力単語に対して、すいません、違いますね。その、まあ、ここではレアワードっていうふうに限定しているんですけど、まあ、通常であれば単語の類似性っていうのを、まあ、人間の相関とどれぐらい一致しているかっていうのを、まあ、スピアマンの順位相関係数で見てあげるっていうようなものになっているんですけど、今回は、まあ、対象単語、レアワード、低頻度語ですね、に対して、まあ、行うようなことを行って、まあ、どれぐらいその低頻度語に対して頑健なモデルが作れているかっていうものを評価しています。で、2つ目が、ラーニングエンベディングオブニューコンセプトっていうことで、まあ、2つあるんですけど、ノンスっていうのが、まあ、単語の欠けた分散表現、その分散表現の一部のなんか、行列が、まあ、ゼロであったりとかっていうふうになっているんですけど、まあ、そういう欠けた分散表現から、その、元のベクトルをどれぐらい復元できるかというかっていうものを見てあげるタスクです。で、このキメラっていうのはその偽の単語、文章中の一部の単語を、まあ、よくわからないちょっと単語に置き換えてあげて、それを周辺単語から予測してあげて、まあ、先ほどと同じようにその順位相関係数を見てあげるみたいなタスクになっています。で、まあ、ワードセンスディスアンビゲーションは、まあ、語義曖昧性解消のタスクです。はい、まず一番最初のその低頻度語に対するシミラリティのコリレーションを見てあげたっていうものを、まあ、見せています。で、まあ、赤い線がその提案賞であるアラカルトエンベディングになっているんですけど、まあ、提案賞が最も高い相関を、まあ、記録しているっていうことが分かります。縦がスピアマンの順位相関係数ですね。で、横軸が、まあ、どれぐらいそのコンテキストを復元するのに使った、まあ、文章の数ですね。で、まあ、さっきも言ったようにその赤い線が、まあ、最も高い相関を、まあ、記録しているっていうことが分かりますと。で、一方でこのグラフ中の黄色であったりとかその紫であったりっていうのがそのオール、バッド、ザ、トップっていうのは、まあ、この4つの機能語をコンテキストを作成する上で除外したものになっているんですけど、まあ、その機能語を除外するだけでも、まあ、若干高い精度を、まあ、記録、高い精度というか、まあ、精度が向上しているっていうことが分かります。まあ、このことから機能語などを取り除くことが、まあ、その低頻度語の分散表現を予測する上で、まあ、重要なのではないかというふうにヒッシェラは述べています。はい、次にそのノンスとキメラの、タスクにおける、まあ、評価っていうものをしていますと。で、まあ、このノンスっていうのがそのノンスベックっていうのが、まあ、そのノンスっていうデータセットを作った筆者らが、まあ、提案している手法なんですけど、まあ、それよりも、まあ、高い精度をそのアラカルトエンベディングでは、まあ、記録しているっていうことが、まあ、分かります。で、まあ、キメラでも同様にそのコンテキストの数が、まあ、2000点数、4000点数、2分4分の時は、まあ、高い、最も高い精度を、まあ、記録しているということで、その少ないコンテキストから元の単語ベクトルを、まあ、優位に予測できているということが、まあ、わかります。で、最後に、語義曖昧性解消についての、結果なのですけど、まあ、筆者らはここでは、その、ステートオブジェアトに勝つっていう目的でやってるのではなくて、今回やった手法がその、まあ、新セット語義の集合の語義の、単語の足し合わせから、まあ、その新セットの分散表現というものを計算して、まあ、それと、語義曖昧性解消したい対象単語 の、まあ、そのアラカルトエンベディングですね単純なコサイン類似度で曖昧性解消しようっていう、まあ、見方によっては、まあ、教師なしの語義曖昧性解消っていうようなものになるんですけど、で、行っているので、まあ、ステートオブジェアートに勝つというよりかは、そのモーストフリークエントセンスというそのベースラインに対して、まあ、勝つっていうのを、まあ、目標に、まあ、行ったこの結果になっています。で、まあ、結果は、その予想の通り、ステートオブジェアートなモデルには勝てないものの、その、モーストフリークエントセンスを選ぶものに比べてちょっと高い精度を記録できているということが分かりますと。
まあ、このことから、まあ、チープだけどやっぱりエフェクティブだよねっていうことがまあ言えるかなというふうに思います。はい。で、最後に、まあ、複合に対してどんな感じの単語が予測できているかっていう表をまあ見せて終わりにしたいと思うんですけど、例えばビーフアップ、これは別にあの牛に関する単語ではなくて、まあ、何かそうあのなんだろう強くするとか、まあ、そういう系のニュアンスを含んだ英語の、まあ、複合語になっているんですけど、まあ、そのビーフアップに対して、まあ、単語ベクトル2つの単語ベクトルを単純に立ち合わせて類似度を測るとミートとかがまあ高くなってしまうんですけど、それに比べてそのアラカルトエンベディングの場合は、まあ、ちゃんと正しくニートとかインプローブとかそういった英単語を導けているっていうのが、まあ、この表から分かるかなというふうに思います。はい、まとめです。まあ、周辺単語から対象単語のベクトルを予測するようなモデルを構築して、1語などに対して、まあ、眼鏡のモデルを構築しました。まあ、これ、文の分散表現に使えるなど様々な部分の活用が期待できそうですねっていうような形になっています。以上で発表を終わります。